お願いします。じゃあ、住んで上げを始めます。このスペースは、合計60分やります。で、最初の30分は僕とカズさんの2人で話す時間で、後半の30分はちょっと質問とかいただきながらそれについて、いろいろ聞こうというふうに思っています。よろしくお願いします。お願いします。まず、カズさんですね、まあ、言える範囲でご年齢とか、なんか、出身地とか、あと、家族構成とか、まあ、そこら辺、ちょっと聞かせてください。はい。ですね、どこから話そうかな。はい。まず、じゃあ、カズと言います。よろしくお願いします。はい。出身が神奈川県の川崎市。川崎。の方で、はい。1992年生まれ、今29歳です。おお。で、簡単に、ね、上尾に住むまでの経歴を話すると、はい。まあ、高校卒業後、まあ、神奈川で仕事をして、はい。で、ちょっと1回目の転職をするっていう時に、うん。東京都、板橋区ですね、うん、の方に引っ越ししました。で、最初そこで、まあ、賃貸で数年住んだ後に、うん。東武東上線の常盤台っていうところに、はい、一回マンションを買いました。だからそのさ、最初のマンション購入がさ、何歳ってこと？マンション購入は、23歳ですね。だからマンマニさんみたいだよね。マンションマニアさん。ってわかります？あー、ちょっとあんまその辺存じ上げないですけど。まあでも、だから、はい、で、カズさんやっぱすげえなと思うのが、高卒で働いて、今じわじわいろんな転職を繰り返して、結構大きい会社っていうか、なんか、どんどんステップアップしてんのがすげえなって思ってます。ああ、ありがとうございます。うん。だから、23で家買って、家買った時って結婚してた時？あ、してますね。ああ。結婚して1年半ぐらい経った時だと思うんですけど。はいはい。だから22で結婚してってことか。そうですね、はい。お子さんはすぐ授かった？いや、結婚してから2、3年は2人で過ごしてましたね。じゃあ最初の常盤台の家購入の時は2人暮らしだったってことですね。そうですね。なぜ常盤台の家を売ったんですか？簡単に言うとノリですね。何？まあ、マンション住んでると、やっぱりその、周辺の不動産屋とか、まあ、大きいところでは東急リバブルとか、はいはい、いろんなポッティングが入るんですけど、じゃあ、試しに査定したらどんなもんだっていうので、ノリで電話して、うんうん、で、消してもらって、うんで、そこだったら駅からも立地がいいし、うん、おそらく買った金額より高くなるんじゃないでしょうかって言われて、じゃあ、売れなかったら売れなかったで、そのまま住み続ければいいから、うん、とりあえずじゃあ、高めのところで出してみるべっていうのを出して、で、まあ、見事に、買った時より高く売れたっていうのが、おー、まあ、理由みたいなところですね。素晴らしいですね。だから、あれ、丸3年ぐらい住んだってこと？いや、3年未満ですね。だから、あれですね、もし、マンションとか、うん、まあ住宅売買制ということ、方は、ご存知かと思うんですけど、まあ、5年以下の売買だと、うん、利益出た時に結構税金が次、持ってかれるわけなんですけど、うん、まあ、売却益結構半分近く持ってかれたりとか、まあ、そういうのも経験してますね。うん、なるほどね。だから、23で家買って、3年弱住んで売って、で、売って、上尾で家建てたって感じ？そうですね。まあ一旦その立つまでの間とか、間に賃貸挟んだりはもちろんやってるんですけど、うん、まあ常盤台の売れた後はすぐ、上尾の方には引っ越してますね。なるほどね。はい。ちなみに、その、マンションじゃなくて戸建てに住みたいっていうのはもともと思いとしてはあったの？一回マンションも住んで、マンションの良さ悪さも分かったし、うん、じゃあ次は戸建てかな、みたいな。なるほどね。はい。いやでもその、カズさん夫妻はね、あなたたち、やっぱパワフルだなって思います。普通じゃないです。そうですね。はい。普通じゃないっすよ。
あの、奥さんの髪の色もそうだけど。ああ、それはまあまあまあ。やっぱね、エネルギーがね、普通の夫婦のね、5倍ぐらいあると思うわ。なんで、まあ、あの、アクティブだねってのはよく言われますよね。すごいっすよ、やっぱり。だから、マンション買って売って、で、注文住宅したかったの、もともと。なんていうんですかね、あの、うん、まあ、当時、板橋に住んでたから、うん、あ、建て売りとかだと、そういうところに住んでいる方いたら、大変申し訳ないんですけど、うん、結構右に習えというか、まあ、似たようなデザインで、うんうん、ああいうところだと狭いんで、うん、1階側の玄関と車止めるとこしかなくて、うんうん、メインの居住スペース2階、3階みたいな、うん、形ばっかりのところがあったんで、うん、どうせなら、ちょっと郊外に移動して、うん、まあ、好きなように建てたいよねっていうような、なるほど。ところですかね。じゃあもうその思いは夫婦ともども一致してたという感じ。そうですね、はい。じゃあそうなると、まあ、東上線沿いで埼玉の方行くか、まあ、ちょっと郊外の方行くかって感じになったと思うんだけど、はい。結局、上尾にした経緯ってどんな感じだったんですか？まず一つが、うん。自分の職場が埼玉新都市になったことで、ああ。もう一個は、自分が神奈川の川崎で、ええ。で、奥さんが、まあ、群馬。うん。の、まあ、高崎市なんですけど、まあ、その中間ぐらいだよね。だいたい、上尾とかだと、どっちの方面向かっても1時間ちょっとで、お互いの最寄りに着くような感じなんで、まあ、じゃあ、上尾あたりかな。っていうので、最初は上尾、桶川、北本あたりで土地を探しながら。なるほど。はい。じゃあ、高崎線の大宮から、鴻巣の間ぐらい。そうっすね。でもあれだよね、奥さんがさ、もう昔からずっと東京の方に通勤する仕事をしてた。ってこと。当時は、職場品川だったんですよ。うん、品川だったんだ。はい。じゃあ、常盤台からもちょっと遠いよね、池袋の。まあ、1時間弱。でもそのぐらいもう元々通ってたってことなんだ。まあ、そうっすね。その奥さんの職場っていうのは、今も同じなの？いや、今違います。あ、そうなんだ。はい。もうちょっと埼玉寄りになってるの。ですね。なるほど。っていうので、まあ、じゃあ、高崎の、奥さんの方が高崎で、カズさんの方は川崎の方で、はい、まあ、その中間ぐらいは、ま、上尾であろうっていう感じか。ぐらいですね。まあ、大宮より北で。まあ、もちろん、いくらね、住宅レタ売却益が出たとはいえ、ええ、まあ、お互いの収入の絡みとかで、うん、あんまり高いところは、ローン組むの厳しいだろうなっていうのも念頭にあったんで、うん、であれば、まあ、大宮からはちょっと北に行ったところの方がいいよね、という感じですね、うんうん。なるほどですね。もともとなんかこのハウスメーカーで家作りたいとかそういう具体的な希望はあったんですか？最初は、ヘーベルハウスが良かったです。へー、そうなんだ。お互い、キャンプとか、うん。それはアウトドア的な、趣味があったんで、うんうん。当時、ヘーベルハウスで CM とかでも、家でグランピングができるとか、アウトドアを結構売りにした企画をバンバン打ってたんですけど、ええー。まあ、それもあったし、うん、まあ、なんだかんだ、その、近々、こう、関東地方とか、中心に大地震来るよね、みたいな、ニュースも出るんで、うん、まあ、そうすると、やっぱ、ヘーベルとか、ああいう地震強い家選びたいよね、っていうところがあったんですね。いや、もともとの思いとしては、そういう具体的なのがあったってことなんだ。そうですね、こういうのをやりたいっていうのは、あったかな、って感じです。それを断念したのは、いろんな要素あるとは思うんだけど、はい。なぜヘーベルにはしなかったんですか？ヘーベルハウスめっちゃ高かったっすね。あ、思ってるより高かったんだ。はい。思ってる 1.5 倍ぐらいいった。1.5 倍じゃ効かなかったんじゃないですかね。まあ、ざっくり覚えてる範囲で話をすると、うん、ヘーベルハウス
が懇意にしてる不動産屋さんから、うん、土地を紹介してもらったときに、はいはい、紹介されたのは北本駅の徒歩15分。うんうん。ところで、確か土地代が1350万。はいはい。で、まあじゃあ土地代はまあ分かりましたって、うん。もちろんそこに、その周辺住んでたわけじゃないんで、まあ相場感詳しくなかったのもあったんですけど、うん、まあまあ、ちょっと土地がそれなら、まあ上物を入れても5000なんとか切るんじゃないかっていうところでいたんですけど、うん、まあその時提示された見積もりが5800とか言われて、おやっぱ上物高いなって、っていうので、うん、一気に冷めたのがあったんですよ。なるほどね。いくらその、耐震性がいいとか、機能性がいいとかあっても、うん、やっぱりその、身の丈に合わない家は捨てらんないっていうのがあったんで。なるほどね。だから、ちょっと、やっぱ現実的じゃないなと思って、軌道修正したと、はい。そうですね。なるほど。そっから、その、今の家を建てた土地を見つけるのと、ハウスメーカー選びと、その、どんな感じで進んでいって最終的に決まったんですか？土地自体は、ハウスメーカーの紹介です。へぇー。はい。そのさ、ハウスメーカーは複数のハウスメーカーに同時に相談してたのか、一つに決めていたのかで言うとどっち？住宅展示場を、うん。多分3週間にわたって、まあ基本土日休みなんで、うんうん。まあ1日、あたり3件とかっていうのを、うん、まあ2、3週にわたって回って、うんうん、まあ、その中で一番良かったところを一本に絞って、なるほど、選びましたね。じゃあ土地決める前にある程度ハウスメーカーを自分の中で決めたってことなんだ。そうっすね。じゃあ建てるならここにしようって。でも今思うと、うん、違うところにすればよかったっていうのはもちろん浮かんでくるんですけど、基本こういう家のことってないものねだりなんで、後から公開すること絶対出てくるんで、うんうん、その時は、まあ、今回建ててもらったハウスメーカーが一番良かったっていう判断、うん、なるほどね、なるほどですね。そのハウスメーカーとの土地いろいろ多分探したとは思うんだけど、はい、上尾じゃなくて、例えば北本の方とか桶川の方も候補にはあったんですか？一応、桶川北本までは変わらず探してたんですけど、うん、今回建てた土地が、思いのほか掘り出し物だったかなっていうところで。うん、なるほど。あれ？あれ、もともとさ、前聞いた時さ、確か上尾の駅前もさ、がいいなって思ってたって言ってた気がするんだけど。あ、そうですね。上尾15分以内と、うん、あとそっから北に行くんだったら10分切りたいよねみたいな、ちょっとバランスですかね。あ、なるほど。はい。上尾の徒歩15分だとあんま土地は出なかった。出なかったっすね。今でも家計画した当時から未だに売れてない土地とかあるんですけど、うん、ええー、完全な17号沿いとかで車入れるの大変とか、うん、あと変電所の鉄塔みたいなのが立ってる、あーから、安いけど、うん、間取りクロスとか、うん。なんかばっかりやったんですよね、当時。じゃあ、癖の強いものしかなかったから、なかなか理想的な土地が、上尾の周辺だと見つからずに、はい。最終的には北上尾の徒歩10分圏ぐらいで、今の土地が見つかったって感じ。そうですね。見つかってもすぐ決めたって感じだったの。うん、ここだったら、急いで決めてもいいかな、っていう、考えは当時ありましたね。へえ。その判断は今も、まあ正しかったかな、とは思える。まあ、もうちょっと、今思えば、うん、もうちょっと情報収集してもよかったな、とは思いますけど、うん、まあ間違ってないと思います。なるほどね。利便性はいいですし。素晴らしいです。なるほどね。じゃあちなみに土地を選ぶときの条件って多分その徒歩圏、要するに立地みたいのも重要視したとは思うんだけど、はい、他でなんか広さとかそれ以外のでこう重要視してたポイントでどういったところだったんですか？まあ正直この埼玉とかの土地感なかったのもあったんですけど、うん、まあ、さっき述べた通り板橋とかと結構、うん、
細長い戸建てが多かったんで、はいはい。まあ最低でも30坪はマストだよねっていうところから始めました。なるほどね。じゃあ20坪の狭めではなく広いのがいいなと。そうですね。まあそれと立地が最低条件って感じですかね、そしたら。そうですね。だからそうすると、うん、その上げ寄りだと15分を切るところで30坪確保できる土地ってあんまなくて。確かに全然出ないよね、上げ寄り。めっちゃわかる。はい。なるほど、なるほど。で、建てて、今もう住んで、あれ完成してどのぐらい経ってるんですか？完成したのが、令和元年。はい。6月。じゃあ、丸2年以上経ってるってこと？ 3 年目。うん。ですね。こう、2年ちょっと住んで、こう、ざっくり住み心地というか、その物件自体もそうだし、上尾っていう街もそうなんですけど、どうですか？この2年ぐらいの生活はいかがですか？まあ、いいも悪いもあるんですけど、まず、うん、いいことから言うと、はい。人混みはそんなにないかなっていうところ。なるほど。やっぱりその、なんだろうかな。今までその、板橋に行った時は、うん、どうしても職場に行くのに池袋の乗り換えがあったりとか、うん。まあ、そういうのがあって、やっぱりああいうターミナル駅の、こう、人が、あっちこっちに乗務陣に歩く感じっていうのはすごい好きじゃなくて。へぇ。それがどうしても苦手だったんで。だから買い物とか、どうしても必要なところは繁華街に行くんですけど、なるべくそういうところに行きたくなくて。うんうん。そういうの避けたんですけど、上尾はやっぱりまあ、北上尾もそうですし、上尾駅でもそこまでゴミゴミしてないんで、うん、まあ、のんびり歩けるっていうのはあるんですよね。なるほどっすね。はい。で、あとは、基本的には車が好きでドライブが好きっていうのがあるんで、うん、まあ、住んでるあたりから、うん、まあ、30分ぐらい走れば、首都高のインターもありますし、ね、圏央道とか、うん、東北道のインターも、それぞれ近いところにあるんで、うん、どっか足を伸ばすっていう時のアクセスは抜群ですよね。いいよね、本当に。はい。だって、上尾からさ、与野インターまでもさ、上尾道路経由で、空いてたら20分ちょっとぐらいかな。そうっすね。だいたいそれぐらいで行っちゃうと思うんですよ、ね。うん。圏央道の桶川北本インターも、15分ぐらいか。桶川北本で15分。桶川加納で10分ぐらい。近いね、そしたら。あれ。だから、東西の移動、南北の移動も結構スムーズだよっていう感じか。そうですね。で、これちょっと前にツイッターとかでも書いたんですけど、うん、関越道を乗りたい場合は、うん、圏央道を使わずに、うんうん、まあ、鴻巣から東松山に下道へ抜けると、はいはい。乗りたいのメッカの高坂サービスエリア付近とか避けれるんですよね。なるほどね。だから、お盆とか、年末年始の帰省も渋滞知らずがあるんですよ。あ、じゃあ下道で、ある程度のとこまで北上してから関越乗るみたいな。そうですね。ああ。賢いと思います。なるほどね。ちなみに、あ、どうぞどうぞ。高すごい高いんで。うん。徹夜的にもなりますね。確かにね。なんだかんだするもんね、圏央道。そうですね。なるほど。ちなみに、その、カズさんの家の周辺って、戸建てばっかりっていうような環境？うん、マンションほぼないっす、ね。ああ。古くから建ってる戸建て、うん。あと、手売り、うん。注文住宅っぽいのがポツポツあって、うんうん、あとは、団地みたいなもう古い、うん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 。でも、集合住宅。うんうん。ね。なんかその周辺環境ってさ、いろんなタイプの人住んでるとは思うんだけど、はい。なんか、自分たちと同じぐらいの子育て世帯とかもいるはいるって感じ？分布で言うと、やっぱりその集合住宅のところは年配の方が多くて、うん。で、その建て売りが密集してる地域というか、スポットが近所にあるんですけど、うん。まあそこは若い、子持ちの家族さんとかも多いかなっていうところですね。なるほどね。なるほど、なるほど。お子さん二人いて何歳何歳今？
まあ、もうちょっとで4歳になるのと、うん、あと0歳です。ああ。今じゃあ2人とも保育園に通っている。上の子は保育園で、うん、下の子がまだ自宅で、あ、みたいな感じ。なるほど。保育園、上の子の保育園は、あれ、上尾に住み始めたタイミングだとまだ1歳とか？ 1 歳。ああ、もうちょっとで2歳になるっていうタイミングですね。ああ。じゃあもうすぐに上尾の家の近くの保育園に入れてって感じ？ああ、そうです。板橋にいる段階で、うん。先に保育園申し込んで、うん。で、まあ、第一希望が通ったから、じゃあ、すぐ、エイヤーで引っ越したような感じですかね。なるほど。なんか、カズさんの方から、ちょっと一応30分今経とうとしているので、はい、そうですね。俺のあげおろんみたいのが、語ってほしいなっていう。でね、カズさんね、申し訳ないけど、マジで。あ、今聞こえました。はい。はい。意外と、うん。夜の街っぽい顔があるんですよね。ああ、そう。東口はファミリー向けな飲食店多いんですけど、うん、西口意外とスナックとかキャバクラとか、あと、なんていうのかな、まあまあまあ、まあ、本当に言うと、こう夜の、なんだろう、夜のサービス的なお店も実はあったりして。ええー、そうなの？意外と揃ってる。意外と揃ってる。はい。俺、アギオでキャバクラとかスナックとか行ったことないな。まあ、行く必要はないと思います。今度行こうぜ。おごりなら行きます。ああ、じゃあおごるわ。ただ、大宮の方が全然女の子可愛いと思いますよ。いや、なんかアギオに行きたいじゃん、ちょっと。じゃあ、ぜひ。なるほど。だから、いろんな顔を持つと。住宅地、単純な住宅街だけじゃねえぜっていう。そうっすね。うん。だから、揚げ尾やっぱり、なんか、俺はもう、埼玉で一番好きなのは揚げ尾なんで。なんで、やっぱり揚げ尾好きだなと思いました、改めて。あれですね、なんか、優等生のふりした。ヤンキーみたいな。裏の顔ちょっと怖いみたいな。勉強できるヤンキーみたいなね。意外と西口方面って、さっき言った夜の顔も強くて、うん、結構、あれなんですよね。YouTube とかでも、裏の顔とか探索するみたいな YouTuber いるんですけど、あげを結構出てくるんですよ。あ、そうなんだ。はい。なるほどね。まあだから、そういうのも分かった上であげよう来てくださいねって感じですかね。そうですね。ああ。まあなんかすごいリアルでいいと思います。あと、文句的には、縦売りで大丈夫って人はあげようもいけると思います。うん、あ、なるほどね。で、注文住宅やりたいなってなると、うん。もうちょっと北に行かないといけないかな、だったり。うん。宇都宮線の、蓮田あたりまで行かないと。うん。結構、間取りの選択肢とか。うん。狭まってくるかなーって思います。そうだよね。だって、上尾駅のさ、徒歩10分圏で仮に30坪の土地が出たとしてもさ、はい。おそらく土地で3000万超えるぐらいじゃない、今。多分、売れるんじゃないですかね。だから、ヘーベルハウスで、上尾駅徒歩10分圏に家作ったら7000万ぐらいするよって話だもんね。はい。だから、高いんだよね、普通に。でも、それってやるんだったら、普通に、大宮より、南で、建売りの方がいいと思います。ああ、なるほどね。そういう感覚を持ってると。だから、上尾で7000万のさ、戸建て作るってさ、マジでチャンピオンじゃん。そうですね。なかなかないですね。もう、だから弁護士の先生ぐらいじゃない、もしかしたら。わかんないけど。今回、自宅、
お家で行く人じゃないと、うん。あげおの駅近で、めっちゃ広い家っていうのは多分、成立しないじゃないですか。そうだよね。だから、ごく一部のエリートしか難しそうな感じがしますね。まあ、あとは、逆にね、その、湾岸のタワマンとかで含み益2、3000万持ってる人が、上尾でね、いい家バーンって建てればいいのにとも思うけどね。もう、英雄になれるからな。そうですね。うん。やっぱりその、上尾って、やっぱその JR の高崎線の、まあ、そこそこ大きい駅っていう顔があるんで、うん。本当に、いくつか、は高騰してて、うん、ただやっぱ車でちょっと行くと、うん、もう大暴落してるんですよね。うん、だから上尾から車で3キロとかも離れちゃうと、うん、例えばその60坪で400万とか全然出てくるんですよ、うん、そうだよね、わかる。上尾道路の先とかね、だから、あげよっていうのも、駅の、本当に、駅徒10分、徒歩圏と、ちょっと外れたとこで、もう全く、もう落差がもうありすぎて、一括りにできないって感じ。だから、電車通勤じゃないとダメなのか、うん。車でも OK なのか、っていうところに、ガラッと変わってきて、確かに。車での移動が中心だけど、うん。そのなんだろう、この上尾宮原あたりよりもっと田舎に、まあ、田舎にはっていうか北とか行きたくないっていう人は、うん、上尾から車で離れたところでそこそこ満足できる家が建てられるのかなって思いますね。なるほどね。だからそのご夫婦の働き方とか勤務地とかそういうのによって、むしろ上尾駅から離れてもそういう生活でできるんだったら、爆安の土地にいい家建てちゃった方が幸せかもしれないって感じかな。なるほど。あざっす。そのさっき言った、うん、上尾から3キロ離れて、うん、60坪で400万ぐらいっていうところは、うん、多分車で5分、10分走れば、うん、上尾のでかいアリオってシンガモールがあるんで、はい、うんうん、全然買い物とかも不便じゃないです。確かにね。まああとはまあ不安なところとしては、上尾から3キロ離れて安くなるのは分かったけど、なんかどういう人住んでんだろうっていうのは怖いよね。でもそれは結局その都会の、うん、所狭しと建て売りとかバンバン立ってるところと比べたら、うん、やっぱり一軒一軒の間隔って広いんで、うん、ぶっちゃけそんなに隣近所との関わりはないっすね。でもさ、その学校通うとかになったらさ、また違ってくるじゃん、小学校中学校とか。ああ、それはあるかもしれない。だから単純な幼い子供の教育とか運命置いといてっていうのであれば当然大丈夫だと思うんだけど、やっぱり懸念するのって、その、もうヤンキーしかいねえんじゃねえかみたいなこととか、なんかその、貧乏なやつしか住んでねえんじゃねえかこのエリアはみたいなことじゃないですか、もうストレートに言うと。っていうのは、特に東京から、うん、来る人は。ブスから離れたところに、まあ、戸建てな入団化とか、うん、そういうの今すごい増えてるんで、うん、ガラッとその、作風というか、まあ、新しい世代取り込もうという動きは積極的に見えますね。そういうことね。はい。まあ、それ言ったらね、俺も鴻巣駅から3キロ離れたとこが実家だからね。だから同じような環境の有尾上尾の近くに住んでたみたいな感じだからさ、案外なんだろう、そんなになんだろうな、みんなが想定する漫画の世界のヤンキー世界みたいな全くなくて、まあ少なくとも僕の時に関してで言うとそうだったんで、そこら辺のなんか上尾ティアさんのリアルみたいなのもちょっと知りたいけどね。シビエもね、やっぱり運転合わない人はめちゃくちゃ多いですよ。運転荒い上尾。まあ、
17号とかも、うん、あのスピード乗るんで、あの無理な車線変更する人とか多いですあげよう。はい。いいね。いや、よくないか。なるほど。まあ、そういう。そうですね。朝めちゃめちゃ混んで勉強つけた方がいいです。まあ、ちょっとワイルドドライバーもいるよということですね。はい。朝は、まあ、次は車通勤なんですけど、はい。自宅から5キロ離れた職場に行くまで、ええ。たぶん40分くらいかかってますよね。40分。広い時は。うんうん。あ、その、今の、カズさんの職場まで車で。はい、人は本当に。うん。はい。事前に、希望してるポイントから、職場まで車でどんぐらいかかるかっていうのは、うん。土地買う前に絶対見た方がいいです。ああ、車通勤の場合ということだね。はい。それはそうだね。混むしね。すごい混みますね。あとは混んでも裏道で回避できればいいけど、その裏道すらもなかったら、もう絶対混んでるからね。あの、裏道は混みますね。みんな知ってる裏道しか行ってない。意外と、うん。あの、都内とかと一緒で、一通がめちゃめちゃ多いんですよね。ああ。なるほど。抜け道のつもりで、あの、ナビとかの画面見ながら、うん。ここ行けるんじゃないかと思って、うん。太い道路がそれると、うん。結果、一通で元に戻された。なるほどね。でも、住んでみないと、そこまでもしかしたら分かんないかもね。そうですね。だから、これはやっぱ住んで後悔したポイント。なるほどね。はい。でも逆になんかそこら辺住んでて道路事情知ってる人に聞いたら、住まなくてもある程度解決できるかもしんないね。そうですね。なるほど。あざっす。そういう意味で、うん、それこそ、あげを住んでる、あさあ、あげを検討せる人、なんかには、まあこういう、まあメンターセール使っていろいろ聞いてもらえればと思うんですけど。そうっすね。いや、ほんとそうですね。おっしゃる通りで。あざっす。じゃあ、ちょっと一旦僕とカズさんの話は、一旦ここまでっていうところで、もしなんか、聞いてる人で、ツッコミとか、あげを好きですの一言言いたいとか何でもいいんですけど、あれば聞いてください。あの、カズさん、あの、なんか、あります？ない。そしたら僕が聞きたいのはね、あとあれだね、なんかカズさん前、あ、ちょっと待って、ボッコ部屋さん来たな。スピーカーとして追加。こんにちは。ボッコベアさん、喋ってください。あ、どうも、ボッコベアと申します。以前はありがとうございました。はじめまして。ありがとうございました。あの、あげおと聞いたので、どうしても話したくて、あの、スピーカーをしちゃいました。あざっす。あの、カズさん、お話ありがとうございます。あの、僕、あげお出身で、おう、はい、今、あの、すんたまさんと同い年で32なんですけど、うん、まあ、大学の頃から別の場所に住んでるっていうこともあって、うん、結構20年くらいの事情はあまり分かってないんですけども、うん、あの、カズさんがおっしゃるように、あげの、やっぱり外れの方に行くと結構、なんですかね、ヤンキーっていうか、そういう感じのノリは確かに、まあ、20年前の話ですけど、まあ、あったかなと。うん。で、駅に寄るに従って、結構その、まあ、都会に通勤する人もやっぱり増えてくるので、うん、あの、進学実績とかも、その、駅前の学区の中学校は、ま、良かったりみたいなことは、まあ、20年前でもあったし、うん、あったかなって思ってますね。なるほど。ボッコベアさんは比較的アゲヨ駅に近い出身なんですか？徒歩ギリ15分圏内。ああ。まあ、ティア2ぐらい。アゲヨティア2 で、中学校もそれぐらいの位置にあったんで、うん、駅前の人も来るし、うんうん、ティア3のエリアからも来るような中学校だったんで、はいはい、結構昔は荒れてたみたいな。なるほど。ようなとこ
頃だったんですけど、うん、だんだんこう自分の代がこう中学校に行くような時期になってくると、うん、その県内の進学校に行く人数がだんだん増えてきたりだとか、うんうん、っていう肌感はその自分がいた頃もありましたね。で、うん、最近なんか実家に帰ると、うん、今まで雑木林だったり畑だったりしたところがどんどん戸建てが建て売りが建ってて、うんうん、で若い人もすごい増えてるんで、うんうん、なんか前よりもなんか環境良くなってんじゃないかなっていうのはちょっと感じてて、まあ、ちょっとそういう話とかも聞きたいなっていうふうに思ってましたね。あざっす。はい。カズさんどうですか。サービスの若い人も思ってたより多いなって印象があって、うん、あと、まあ、最近その新しく家ができたんですとか、うん、まあ、もう何年も経ってますけど、沖縄のベニバナとか、うん、その駅から離れたところにも買い物しやすいスポットみたいなのがだいぶ増えてきてて、うん、あと結構昔って工業団地の周りとかが、まあ家賃が安かったり、うん、まあ、ちょっと変な人が住んでるっていうのもあったっていうのはよくいろんな場所でも聞くんですけど、うん、その工業団地のそばでも、やっぱり建て売りとか、その注文住宅建てられますっていう土地が増えてきるんですよ。うん。だから、若い世代の、うん、移住のハードルは、かなり下がってきてるのかなと思うんですよ。まあ自分たちもその口なんで、そうだよね。遅延がないところに。確かに。まあ、農業に少し、全然入り込みやすい環境が揃ってるのかなと思います。わかる。あげおってなんか外部の人も馴染みやすい土地だとは思います。なんか逆に、例えば鴻巣の僕の実家のそばとかだと、なかなか都会の方から移り住んでくる人っていうのは、そこまで多くないエリアではあるんですけど、駅に近くて東京通勤してるような人の移住者も増えてきているから、案外なんかその昔のなんか、ちょっとネガティブなイメージは、ぜひ皆さん持たないでほしいなっていうふうには思いますね。そんな感じ。はいはい。ちょっと聞こえないっす。あ、医療関係がちょっと弱いかなって思うところがあります。なるほど。具体的には。結構街のクリニックとかっていうんですかね、うん、ちっちゃい診療所は結構数多くあるんですけど、うん、総合病院的な大きい病院が、うん、多分上尾市って2カ所ぐらいしかないのかな。なるほど。駅から上尾駅から一番近い上尾中央総合病院と、うん、その系列の第二病院っていうのがちょっと離れたところにあるんですけど、パッと思いつくのはそれぐらいで。なるほど。で、あとこれ北上尾、まあ、自分の住んでる地域に関して言うと、うん、ちょっとなんだっけ、住んでの一列回答にもちょっと前にあったんですけど、はいはい、北上尾ってちょっと歩くとすぐ桶川市になるんですよ、ね、はいはい。で、北上尾の駅近だからまあいいよねっていうので、桶川市とかに住むと、うん、子供の医療とかって市のサービスで、うん、市内の病院はただになりますとかっていうのがあるんですけど、うん、アドレスが桶川だから、一番近いクリニック、上尾で結局、ちょっと離れた病院に行かなきゃいけないとかっていうのも出てくるんですよ。なるほどね。なんで、その住むところの住所って結構重要で、うんうん。まあ、上尾駅から行ける範囲に住んでれば、まあ、その心配はないんですけど、うんうん、まあ、北上尾とか桶川を選ぶと、うん、ちょっとその辺って気にしなきゃいけないかなって。なるほどね。はい。あと、前、カズさん言ってたのが、住んでから分かったのが、実は小学校遠いっていう。ああ、そうですね。17号が一つの学区の教会になってるんで、うん、自宅から一番距離的に近い小学校があるんですけど、うん、それが学区的に、通えない小学校だったりとかっていうのが
置きますね。なるほどね。はい。それはだから、移住する前は、そんなことは微塵も考えなかったって感じだもんね。まあ、地図見で小学校近いよね。まあ、単純にそう思うよね。近い方通うって思うよね。はい。そこはちょっとミスったっていうか、まあ、しゃあないけどね。まあ、そうですね。当時はそこまで、いちいち市役所行って、学どうなんですかって多分考えてなかったと思うんで。なるほど。今もと失敗でしたよね。はは？ボッコさん、なんか補足あります？いや、確かに学区の設定が広いかなっていうのはありますね。あの、川とか、うん、線路とか、うん、あの、幹線道路で学区区切られてることが多いので、うん、なんかこう、縦長にこう、長かったりとか、うん、そういうイメージありますね。確かに。まあ、あと、シンプルに広いよね、上尾って。まあ、そうですね。うん、そこら辺もあるよと。他あります？皆さん。なんかボッコさん、俺のあげようみたいな話あれば。俺のあげよう。あ、いや、あのカズさんに質問なんですけれども、はい、あの車をお持ちで結構車中心の生活ってことなんですけれど。も、普段の買い物とかで車使うこともありますかね。上尾市内の渋滞事情とか、うん、そういうところを聞きたいなっていうのがあって、その、イオンができて渋滞がどうだとか、はいはい、その辺の話聞かせてください。まず日常の、うん、あの食材の買い出しなんかは、一応歩いて行ける範囲に、マススーパーがあるんで、うん、そこは賄えてます。うん、なるほど。でもやっぱり、その、それ以外の部分っていうんですかね、うん、あの、そこそ子供の衣服とか、うん、今だと、あの、0歳児がいるんで、ミルクとかおむつを買わなきゃいけないっていう時は、どうしても車を出さなきゃいけなくて、うんうん、で、やっぱりその、なんだかんだイオンって便利なんですけど、うん、まあ、さっきおっしゃった通り、イオンができて、っていうところ。イオンって、その、旧中線道にできたんですけど、うん、あの、そこって片側一車線で、うん、もう今は慢性的に、道路混んでますね。うん。うん。これちょっと、わかりにくいネタかもしれないんですけど、はい、イオンから一番近いところに、うん、あの、上尾立橋っていう、はいはい、川越とかの方に抜ける立橋があるんですけど、わかる。そこの信号がかなり短くて、ああ、で、かつさっき言った通り片側一車線なんで、右折が一台出ると、うん、直進方向も詰まるんですよ。めっちゃわかる。はい。うん。っていうのもあって、そのイオンから帰る車の、イオンに行くときは全然混まないんですけど、うん、帰るときがめちゃめちゃ混むんですよ。なるほどね。はい。だから、ちょっとイオン避けるよね、そしたら。そうですね。なるべくイオンは行かないようにしてます。まあちょっと矛盾してるけど、でも、リアルはそうってことか。はい。じゃあ、イオン的なさ、ショッピング、大規模なショッピングセンターは、モラージュとか行く？今は、うん。デリバナと、アリオですね。あ、ベニバナウォークっていう桶川のショッピングセンターとアリオあげよう。はい。に行くと。モラージュだと、うん。結果、同じように桶川加納のインターのあたりから、はいはい。モラージュ勝負に抜けるまでが一車線なんですよ。ああ、なるほど。で、意外と詰まります。ちょっと、モラージュって言うと、本当に田んぼのど真ん中だから、スイスイ行けると思いきや、意外と詰まると。なんで、うちからモラージュ勝負に買い物行くとなると、うん、わざわざという言い方も変ですけど、うん、桶川加納から、うん、白岡勝負一区間乗ります。あ、圏央道一区間乗るんだ。はい。500円ぐらい課金して。そうですね。
なるほど。めっちゃ楽しいな、こういう話。ボッコベアさん、回答になってますか？回答になってます。ありがとうございます。僕もアゲをよく車で、僕コーノスから川口まで下道で帰るときもあるし、はい、僕大学生のときにアゲオで塾講師僕2年やってたんですよ。はいはい、平塚の方で。アゲオの平塚。あ、今の近く。だから、あそこら辺の道とか、コーノスからアゲオまで最短のルートを探すのに、僕40パターンぐらい、その毎日ルート変えていって、なんで、めちゃめちゃ実は詳しいですっていう。懐かしい。あともう一つ聞いていいですか？いいっすよ。はい。アゲオの公園事情とか、うん、そういうところ、聞きたいっていうのと、あと、丸山公園っていう、公園があって、そこが、僕的には結構推しなので、その辺の話したいなっていうふうに思いました。カズさん、なんかおすすめの公園とかありますか？公園事情で言うと、うん、自宅のそばにはあんまり子供が遊べる公園がなくて。あ、そうなんだ。子供を遊ばせたいなって時って、どっちかっていうと公園に行くっていうよりは、うん、ショッピングモールの中にある有料なアスレチックであるじゃないですか、ボールプールとか。うん、ああいうところに行く方が多くて。で、丸山公園に行くっていうよりは、その近くにある牧場があるんですけど。うん。はい。そっちに遊びに行く方が多いかなって感じですね。小泉牧場でしたっけ？ちょっと名前忘れて。牧場があるんだ。はい。で、そこで、他の方に行くと結構、自然があるイメージですよね。あ、確かに。あ、榎本牧場ですね。榎本牧場か。そこのジェラートがめちゃめちゃ美味しいんですよ。甘いもの好きな人はぜひ。なるほどね。はい。あと、今の方行くと乗馬クラブあった気がする。あ、ありますね。伊那のガンセンターとかも好きです。だから、せっかく、もし、大宮越えてアゲを住む場合は、そういうアクティビティとか、まあそういうのもあるよっていうのは伝えたいですね。そうですね。ただ、アゲをでなんかできるかっていうと、意外と少ないと思ってて、その自分のキャンプが趣味なんですけど、キャンプしたいなってなると、一番近いのって北本の、うん、あれ？自然公園みたいな。そう、自然公園みたいな感じの名前でしたね。うん、今、キャンプ場として名前確かちゃんとついたはずなんですけど。だから、アゲオの市内に何があるというよりも、ちょっと離れたところにポツポツいろいろあるみたいな感じ。そうですね。いろんなところにアクティビティをしに行くのにアクセスがいいっていう感じですね。合理的に考えてアゲオじゃないですか、そしたら。その通りです。アゲオ本当にバランスいいなって、本当に思ってます。アゲオは結構、他力本願が理にかなってるなって思うんですよ。うん、わかる。そう、周辺になんか優れたレジャースポット、買い物スポット多くあるんですけど、アゲオ自体は、そう、日常の買い物を超えた、プラスアルファはそんなに。うん、うん。ないかなと思うんですよ。すごいわかります。それがアゲオの良さじゃないですか。まあ、ある意味そうですよね、ちょっとした買い物が、お出かけになるっていうか。わかる。あとは、まあ、ちょっと時間もそろそろなんで、まとめっていうか、アゲオって言っても、アゲオ駅の徒歩圏と北アゲオの徒歩圏で、だいぶライフスタイルもちょっと変わるって感じだし、そのエリアによっても、こう違う側面もあったりはするから、はい、まあ、アゲオっていうざっくりとした括りじゃなくて、エリアで見た方がいいかなっていう印象を持ちました。そうですね。うん、本当に、駅15分
を超えちゃうと、やっぱり車ないと厳しいなってなってるのは絶対あるんで、うん、まあそれは他のところに、あの、もっと北とかに比べたら、うん、車がないと絶対ダメではないんですけど、うんうん、あった方がいいっていうのは、あの、言えるかなと思うんですよね。なるほどね。はい。確かに、確かにね。上尾駅前徒歩圏だったら車なくても生活できるはできるけど、はい。でもなんか、埼玉の楽しみを吸い尽くせない感じはありますね。そうですね。うん。そんな感じ。上尾あたりで車持たないってなると、うん、ちょっとした時に、その今流行りのカーシェアとかレンタカーって多分やらなきゃいけないと思うんですけど、うんうん、それをやるぐらいだったら、うん、安い車でも1台持ってて、うん、いいかなと思います。確かにね。はい。まあ、多分これも裸になっちゃうけど、カーシェアレンタカーの数って他の都心エリアに比べて相対的に少ないと思うから、借りたいと、ね、借りたい時に借りれなかったら最悪だもんね。一番多分ネックなのが、うん、レンタカー屋さんが多分7時とか8時で閉まっちゃうんですよ。あ、なるほど。だから、遠出して夜遅くに車返すができないんですよね。それ、確かにあるわ。はい。ああ、だから、都心だとさ、24時間やってたりするけどさ、はい。ちょっと郊外だと、8時に閉まるってなったらさ、富士急をさ、5時に出ないといけないみたいな。そうそうです。はぁ、みたいな。あるよね。旅先でゆっくりできなくなっちゃうんですよね。それ、絶対車買った方がいいとは思うわ。その場合。はい、なるほど。すごいリアルな意見。ということで、まとめると、上尾で車買いましょうって感じですかね。そうですね。はい、あと、お酒好きな人は、上尾避けてください。あ、北上尾避けてください。そうね。まあ、店で飲んで帰るのが、飲み歩きとかそういうのが好きな人はちょっと、北上尾だと後悔するかもね。はい。っていうのを、皆さん教訓として、上尾と向き合っていただければと思います。じゃあ、そんな感じで終えますか。はい、ありがとうございました。じゃあ、カズさんこれ編集して、ちょっと YouTube 出しますんで。はい、ちょっと時間ください。じゃあ、皆さん、お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。それでは、失礼します。はい、失礼します。おーい。ありがとうございました。ありがとうございました。